こんばんは。は普段塾の藤森レオです。よろしくお願いします。はい、よろしくです。イケメンでございます。母さん、足元からお願いします。恒例のファッションチェックねえ、よろしいですか。さあ、昨年の2016年9月16日が4回目の出演ということで、アシスタントとしては初登場、はい、初めてです。よろしくお願いします。いや意外ですね。全然途中呼んでくれないから、もう嫌われたのかと思った。もうセッキーがもうメール返ってこる、電話返ってこるから邪魔れの。セッキーお願いしますよってね。はい、はい、これね、たくさんもう私もね、そういえばところでね、うん、はい、先日は行きましたね、品川。ああ、もう本当にありがとうございます。いや、もうね、もう大変お世話になりましたけど、新メンバーね、はい、2名もね、はい、お披露目あって、はい、そうですね、私もすごくね、でもね、あったんだけど、レオ君としてね、ライト君がよりね、うん、輝いていて、まず本当そう思った方も多いと思うんですよ。自信に満ち溢れてるっていうかね。本当ですか。すごい感動した俺は。マジで嬉しいな、ね、こんなね、はい、メールもいただいてますよ、はい、早速ね、はい、こちら、こんばんは。こんばんは。1週間空けてまた推しが出てくれると思うと、はい、デラ楽しみでしょうがなかったです。これなん名古屋の方ですか。デラすぎて名古屋って。あ、そうか、そうですね、あ、愛知県からです。当たってますね。豊田原市ですね、これね、渥美半島。レミちゃんペンネームいただいております。はい、ね、新生普段塾でのパフォーマンスやトーク早速見ましたが、先輩になったりょうくんのテンションはバカげてましたってどういうことで、かっこ笑い。バカげてました、バカげてました。言ってますよね、これ。バカげてたの、これマジ、やばいじゃん、そんなやばいね、これ。やばいじゃん、激ヤバ、激ヤバ。あとね、ごきちゃん、そんな新しいりょうくんのこれからも楽しみで、はい、新メンバーの2人も面白くて早く会いたいなと思いました。面白いんですよ、マジ。はい、しかもね、俺去年一人で新メンバーやってたじゃないですか。そうだよね、一人で、で、なんかどうしたらいいのか分かんなくて、俺後輩になったことがなかったから、はいはい、どうしたらいいんだろうと思ったんだけど、今2人が入ってきて、今後輩をやってるでしょ、はい、2人が、はいはい、あ、後輩ってこういう風にするんだと。なるほど、学ぶ後輩のやり方を俺は今後輩から学んでる、いや、でも早いもんだよね、あれ。4月30日ぐらいしか新宿上に行かね。そうですね、いや、はい、もう行ったけども、いや、もう経っちゃった。そんなに、はい、経っちゃいますね、もうそろそろ1年入って。そうです、もうちょっとベテランの域ですよ、これ。だんだん、え、本当ですか、ちょっとどうしよう、新旧入れ替わりで、はい、よろしくお願いしますよ。お願いします。はい、じゃあ戻りましょう。はい、そういうことで、コメントもね、もうたくさんもういただいておりますよ。はい、ご紹介しちゃって、これね、新面真面目そうって言ってますよ。新面真面目そう、真面目そう、そうだよね、俺に比べたらそりゃ真面目ですよね。あ、そうなんだ、はい、さらにさらに、俺真面目だと思ってるんですか。え、違うんですか。典型的な B 型人間とお聞きしてますよ。そうなんです、なんかやりたいことはとことんやるみたいな、やりたくないことは一生やらないみたいな、そういう真面目さですね。なるほどね、はい、っていうことですよ。そらくんも言ってたけど、うん、レオくんはエロいそうです、はい、そう、なんか俺昨日番組出た時にそらくんに、はい、レオ様エロいですって言われたの。わー、そうですか。そうなの、なんかね、エロいらしい俺。どんなところが自分でそう思いますか。いや、俺自分では思わないんですけど、なんか流し目した時がちょっとエロいって、ちょっとやってみてください。3、2、1、9。わー、いいな、もう俺私服姿で会いたい。私服は俺じゃない。